17日のウィニング競馬は今年最初の2歳重賞函館2歳ステークスをお届けします。はい、キャリア 1,2 戦の馬がほとんどで予想が非常に難しいレースなんですけども、うん、去年はね10番人気のリンゴ飴が勝って大荒れでした。はい、もう名前可愛いのでねよく覚えてます。確かにあの馬はね、うん、女子人気も高いらしいんですよ。うん、森さんはどうなんですか、そのリンゴ飴は好きなんですか。あの飴の方ですか。うん、飴の方好きですね。結構わかります。なんかあの僕も好きだったんですけど、はい、最近はおしゃれなリンゴ飴専門店があるんですか。あるんですよ。最近いちご飴とか他の飴も結構売ってるんです。どういう感じなの、 おしゃれなリンゴ飴ってのはどういうものなの。おしゃ…でもそのままですけどね、あの、うん、串に刺さって、うん、リンゴ飴っていう。いやだからそれはわかるけどなんかいろいろついてるわけだ。いや、あんまりついてるっていうのはないかもしれないですね。何がおしゃれなの？そのもの、わかんない。私が知らない世界にはあるかも。いちご飴とかは結構何個かこう刺さって、ああ、なるほどなるほど。可愛いんですけど。そういう感じか。はい。はんはんはん。だからリンゴ飴も多分なんかちょっとついてるんだろうね、今ね。まあ確かにちょっと飴なんでね。なるほど。かもしれないですね。ちょっと馬券が当たったら私が森さんにプレゼントします。本当ですか？はい。持ってきてくださるんですか？土曜日の朝に？めんどくせえ。土曜日の朝に。持ってきますよ、これは。任せてください。作ったりじゃなくてちょっと買ってきてくださいね。はいはい、作るかそのまあね、でも最近予想が絶好調ですから、はいはい、もうこれはもらったも同然と考えて。素晴らしい森さん、いいということですね。いいこと言います森さんは。ね、私はね、予想が絶好調なので函館に対してその予想にもぜひ注目してください。さらに番組では、取材すると高確率で馬券に絡む関係者取材や、もう一人の絶好調男、はい、斉藤くんの予想もあるし、トライスさんの厩舎情報、さらには大久保先生のパドック診断など馬券的中のヒントをたっぷりお届けしますのでお楽しみに。はい、ということで7月17日15時スタートのウィニング競馬ご覧